どうもカマです。バッドゲームタイクーン2実況パート3やっていきましょう。前回ですね、こちらの研究室、開発室、研究室を、作りました。でここで今サブジャンルの研究をまさにやっているところですね。これが 100% になると、サブジャンルを指定してゲーム開発ができると、もっといろんなバリエーションのゲームがね作れるようになりそうです。そして13日のプレミアムフライデーが、売り上げ激減したため販売終了になりましたと。ただ見てください、利益 34,086 ドル、初めての黒字ですね。過去2作はね赤字だったからね。よし、この調子でねどんどん新しいの作っていきたいですね。とは言ってもサブジャンルの研究が完成するまでは自社開発のゲームはやんない方がいいかなって思うので、委託業務かなやっぱりな。短期作業とかやりましょうか。なるべく高いやつ、これだな。スプライトマネージャーのプログラミング。スプライトマネージャーって何？適切なタイミングでスプライト飲めって言ってくれるマネージャーさん多分すぐ終わると思うんだけど、これきっと。ほらほら早い、もう 10% いっても超早いじゃん。はい、もうあっという間に終わりました。スプライトを飲みました。これでもお金手に入ったのね。ただこれね、委託業務やってもその何、開発スキルっていうかレベルは上がんないんだよな。じゃあ委託業務でゲーム開発するか。ミニソフトのマイトオブマジック作るか。これなんだっけ、フェアテック CF ね、家庭用ゲーム機ですよ。うん、コントローラーの技術をゲットしたから作れるはずだよね。ゲーム名がマイトオブマジックだからメインの題材は配管工かななぜだ。はい、このあたりデザインの焦点、方向性、試しに何も変えずに行ってみようか。これが悪いわけではないよね。うん、本当にこの全てに等しく力を入れるっていう、誰にでも好まれそうな感じの作り方をしてみよう、あえてね。必要なのはコントローラー対応、キーボード対応もか。うん、アドベンチャーだからポーズいらないね。 OK、 作ろう、マイトオブマジック。はい、前金12,900 ドル、ありがとうございます。メディアからの評価は 20% 以上だった場合さらに35,000。はい、あ、新たな研究可能に、ロールプレイングゲームとリセットボタン。リセットボタン今までなかったんかはい、できました。マイトオブマジックアドベンチャーゲームですね。今の推定レーティング30から50、バグ10個もあるね。まあ開発継続かな。うんね、ちょっとプロだから僕ら。あ、バイト2が出たマジでバイト2は、しかもこれ携帯型ゲーム機ってこと。どう見ても携帯型に見えないけれども、バイト2。へえ、よし、バグゼロになりましたね。開発終了。 OK、 引き渡しまーす。よっ、はーい。お、すごい、星満点になりましたよ。そしてレビューはどうでしょうか。あー、50はいかない、残念。悪いゲームではないが多くの欠陥があるため評価を上げることはできないって、辛口だな。まあでもね、 20% を超えたからお金もらえるし。何これ、ダブルプラットフォームが解除されました。2つのプラットフォームに対応したゲームを開発できるようになりました。お、やったね。あ、すごい、締め切り間に合いました。報酬ですね。うんうん、利益は15,000 ドルか。ちょっとしょっぱいな。ちょっとさ、思ったんだけど、あの研究時間かかってるね。もう一人研究員雇った方がいいかもな。ちょっと手狭だから研究室広げます。でもう一個机を置くと、うん、いいんじゃない。で、スタッフ雇います。入社志望、あ、研究者がいるよ。いいね、研究者。幸運、重要な作業結果が頻繁に発生する。あ、いいじゃん、雇う。よーし、ヘビメタですよ。よし、さあこれでスピード2倍だね。いいじゃん、出来上がりました。サブジャンル、やったね。じゃあ早速サブジャンルを使って新しいゲーム作りましょう。アドベンチャーのサブジャンル、ん、あ、あ、ん、うん、ん、
どういうこと？アドベンチャーの中のサウンドノベルとかそういうのじゃないの？アドベンチャーサブジャンルレースってどういうこと？ん？レースができるアドベンチャーってことか？題材は？配管工？あ、待って。これあれか。この左の赤は人気度じゃなくて、この題材のゲームがいくつ市場に出てるか表示か。競合が多いんだな、配管工。さすが配管工。じゃあ、競合がないやつがいいな。音楽。音楽のアドベンチャー、まさにサウンドノベルじゃん。ワンパク配管工、湯煙温泉旅館地獄レース。やっぱり配管工入れちゃったわ。都市街もなくワンパクな配管工が四十肩を癒す旅に立ち寄った温泉旅館で、ひょんなことから負傷者多発の地獄レースに参加することになり、開始早々の選択肢でジャンルがサウンドノベルかレースに変わるマルチゲームジャンル方式を採用。お、すごい、プラットフォーム2つ選べるようになったね。主要プラットフォームはじゃあフェアテック、2つ目はバイト1。ちょっと待って、バイト2もちょっとやりたいな。開発機材購入すればできるのかな。バイト2、あ、パソコンじゃないですか、これ。なんだ？パソコンか。いいんじゃない？出たばっかりの新しいゲーム機だから売れるんじゃない？この E って何これ？ E ゲームだよってこと。あ、インターネット対応機種。マジで？すごっ！え？ 1977 年でインターネット。黎明も黎明でしょ。買う、とりあえず。行こう。ワンパク、配管工、湯煙温泉旅館、地獄レース。GO！ そして、研究の方ですね。何しよっかな。新しい俺ね、部屋を作りたいんですよね。マーケティング室が作りたいな。ゲームを宣伝することができるって。これやりたくないですか？あ、なに？あ、来ました！マッドゲームズコンベンションだ。まだ開発中ですけどね。開発中だけれども、出展はできるんだ。あ、いいんじゃない？てか、お金、待って、おかしくない？マイナス1万5000なんだけど。あれ？あれ？いつの間にこんなに？あ、でもファン増えた。やったね。え、待って、お金全然ないんだけど、これ大丈夫？これ。全然かかる費用とか見てないでサクサクやってたからな。ノリで経営してました。お、待って。注意。レジェンドの時代？何これ？伝説的クリエイター登場率 200% プラス。経験豊富な開発者たちが新天地に旅立ちました。今後数ヶ月間、より多くの伝説的クリエイターが当社に応募します。マジか！やばい、金ないけど雇わないと。完成しました。バグ15個もある、やっば。開発継続するよ。うん、するする。ちょっとお金やばいけどね。これゲームオーバーとかなるのかな。これが発売したら一発逆転できたい、したい。あ、待って、伝説的なゲーム開発者ジェイソン・マーチリーだって。マジで？わー、すげえ、すげえ、すげえし、給与もすげえ。え、やば。いや、でもちょっと待って。今お金がないのに1万はやばいな。もうちょっと多分来るでしょう。ちょっと待って。発売させてまず。ほんと。これ発売しないことにはお金が。バグ4個。もういいか。もういいか。もういいな。バグ4個あるけれども、もう限界だ。開発終了だ。はい。よし。いいでしょう。レーティング40から60か。でもすごい高いんだけどね、ゲームプレイ。すごくないねえ。はい。販売会社探す。お、増えた増えた。あ、出た。ハトシン。データウエスト。どうしようかな。市場展開力やっぱり高い方が嬉しいよね。じゃあハトシンかな。ファンの好みレースだからね。うん。よし。さあ。どうでしょうね。競合してますね。まあいいでしょう。さあ、どうだ。あ、やった。50突破。嬉しい。56%。欠点がなければ素晴らしいゲームになるでしょう。どういうこと？そりゃそうだろ。欠点がなければ。何を言ってるんだ。よし。さあ、借金をね、返済したいですね。で、空いた分、ちょっと委託業務で、短期作業をやっていこうか。よし。マーケティング室の研究完了しました。これで作れるようになったってことね。マーケティングできるぞ。やろうやろう。まあ、見た目は全然他の部屋と変わんねえな。じゃあ、社員もう一人雇うか？マーケティングができる人って？
はい、広報サポートで相当かける、このグラフィッカーの人、広報サポート 19.7、 まあそんな高くないけどね、病気がちだって。いいでしょう、雇う。はい、君は今日から広報だ。宣伝キャンペーン、特別な宣伝、宣伝キャンペーンしようか。ゲーム、わんぱく配管工、雪無理温泉旅館、地獄レース。あー、お金かかる、そらそうだ。このハートはなんだい、これ。生贄の心臓の数。キャンペーンごとの注目度上昇、本キャンペーンで到達する注目度の最大値。いいよ、やろうやろう。ゲーム雑誌載せようかな。お、マットゲーム大賞来ました。さあ、うちは入るか、入るか。残念、かすりもせず。まあでも最悪のゲームにもなんなかったからよしとしましょう。あ、待って、また伝説的ゲーム開発者出てきた。パトリック・レーマン。いた。あ、プログラマーじゃん。マジか。プログラムだ。これちょっといいな。パトリック・レーマン雇う。金がない。雇う。雇って、で、腱鞘炎イタローを、解雇しましょう。ごめんな。腱鞘炎治してくれ。うん。ジンバブエドル王。よくわかんないけど。お前は今日からジンバブエドル王だ。あ、もう一人、そっか。さっきの広報の人。ウォーズマン。広報と言ったらウォーズマンでしょ。よし。新体制になって。これでね、みんなまた社員一丸となって、新しいゲームを作っていこうじゃないか。そろそろ主要ジャンルも増やしたいな。アドベンチャーとレースしかないからね。あ、アドベンチャーは不人気だね。レースか、やっぱり。サブジャンルじゃあ、あえてつけないっていう形でいこうか。メイン題材、幽霊か。ドライブスルージョレー2、悪霊 VS ダンプカー。あなたは霊媒師。大型免許を取れたので、ダンプカーでウキウキ除霊中に史上最強の悪霊が現れる。ダンプの豪快なクラクションで除霊せよ。もうお札とか使わないからね。パーっていうクラクションでね、すべてを倒すから。オッケー、開発開始だ。頼むぞ、ジンバブエドルを。そして、研究ですね。さすがに、そろそろジャンルを増やしたい。シミュレーションゲームが出てこないのはなぜ？ロールプレイングゲーム行こうか。伝説的プログラマーはバグが出づらいのかと思ったんだけど、めっちゃバグ出てんな。あれ？はい、でも完成しました。バグ14個もあるんだけど。あ、そう。あ、でもすごいこれ。なんだっけこれ。技術がすごい。122だって。やば。開発継続しよう。これ何これ。あ、マーケティングが終わったのか。はいはいはい。あ、あれだね。ゲーム雑誌で広報したから、売り上げすごい伸びてんじゃん。でもちょっと今度他のことやろうよ。市場調査するか。次に流行るジャンルとユーザーが最も興味を持っているプラットフォームを見つけられますだって。あ、やろうやろうやろう。市場調査。これお金かかんないんだね。はい、バグ4個。いいんじゃないか、いいんじゃないか。はい、おしまいしましょう。開発終了。さあ、売るぞ。さあ、どうだ。46か。ダメだな。ゲームの操作は本当に素晴らしい方法で実装されていますだって。おお、さすが、ジンバブエドル王。会社の評価、ガレージ会社だって。評価ちょっと上がったってこと？これ。これか？ 7%。これ会社の評価？あー！万博廃観光、湯煙温泉旅館、地獄レースが。販売終了。まあでも、利益は$36,000出ましたと。まあまあいいんじゃないですか？うん。はい、ロールプレイングゲーム、研究完了。よし！来ました。ロールプレイングゲーム、いいですね。サブジャンル、レース。メイン題材、制服とかにしようか？あ、すごい。星がついてるかなんかと思ったら、新しいジャンルの組み合わせ、売上プラス 10% だって。あ、そんなのもあるんだ。主要とサブジャンルの組み合わせか。へぇー、まあ確かにロールプレイングのレースゲームってなかなか聞いたことないよね。転生してダンジョン走破ランナーになりました。ある日、信号無視のダンプカーにはねられたあなたは気づくと異世界に転生していた。
この世界ではダンジョンを一番早く駆け抜ける競技ダンジョンランナーが大人気で、あなたも食いぶちを稼ぐために参加することに。装備を整え、ダンジョンの魔物や罠から身を守り、1位を目指せ。これちょっと面白そうじゃない？これ普通に適当に今考えたけど面白そうだよね。うん、ちょっと重い装備を身につけると受けるダメージは減るんだけれども走る速さが落ちるっていう、あ、なんかちょっと楽しそうだなどっかのメーカーさん作ってくれませんかこれ。よし、完成。転生してダンジョン走破ランナーになりました。バグ13個。あ、ゲームプレイがすごい、109、素晴らしい。ちょっとバグ減らそうか。あ、なに？警告。銀行は会社の口座残高が数ヶ月マイナスになっていることを通知しました。12ヶ月以内に黒字化できなければ倒産する恐れがあります。なるほど、1年後ね。了解。大丈夫大丈夫、余裕余裕。転弾が大ヒットするから大丈夫です。あ、市場調査が終わったっぽいぞ。おお、すごい。100% のプレイヤーは小売り版を好み。ああ、 0% のプレイヤーはデジタル版。なるほどね。まあ1978年デジタル版はないでしょう。 21.4% のバイヤーがデラックス版、 10% コレクターズ版、おまけ付きってやつだね。ゲーマー層の 98% は定期的にアーケードゲームをプレイします。あ、なるほど、家庭用ゲーム機よりはアーケードなのか。 80% の確率で次の流行はロールプレイングゲームと水泳です。で、同じく 80% で次不人気になるのはレースとペイントボール。マジでレース不人気になっちゃうんだ。あ、じゃあもう作んない方がいいね。最も需要のあるプラットフォーム、これはバイト2とカタリ2600、あたりじゃなくてね、カタリ2600。最も関心低いのは RRS80、 知らねえ。お、ちょっとこれはいいね、役に立つね。へえ。バグ残り1個、よし、なくなった。バグがゼロ。さあ、開発満を持して開発終了です。お、すごい、興味を持ってくれている販売会社がいっぱいいる。データウエストの言うことが高いな。データウエストか、 RPG が得意なところがいいんだけどな。あ、いいね、サンワーク、ここにしようか。ファンの好みロールプレイングゲームだもんね。いいじゃんいいじゃん。ほら、競合他社いないもの。いいぞ。さあ、どうでしょう、レビューは。頼むぞ、ドン。お、いや、微妙だな。このゲームの操作性には本当に驚きました。賞に値するだって。お、いいじゃん。まあ微妙、まあでもいいんじゃないですか。コントロール 96%。 やっぱあれだよね、グラフィックデザイナー、サウンドデザイナー、専門職のスタッフがいないとやっぱダメだな、ここら辺はな。さあ、とりあえずこれが売れてくんねえとな。お、トリプルプラットフォーム解除されました。お、いいですね。頼むぞ、売れてくれよ。ここでちょっとマーケティングをしましょうか。お金ないけど。特別な宣伝って何？え？あ、安価ですが悪影響を引き起こす可能性もあります、だって。偽のゲームレビューとかあるぞ。やばいでしょ、バレたら。デモ版を公開。あー、ゲームの品質によって注目度が上下しますか。あー、ちょっと危険だな危険だからやめとこう。宣伝キャンペーンだね、普通のね。まあゲーム雑誌かなー。あ、違う、待って、危ない危ない。転弾の方で。お、転弾売れてんじゃん。もう黒字になってるぞ。そしてレビューも高評価の方が多い。ほらほら、もうあっという間に黒字だもん。素晴らしい。これあれだな、ちょっとさ、あのスタッフ追加しましょう。音響コンポーザーの人を雇う。で、もう一人グラフィックも欲しいな。あー、グラフィック、あ、いた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 、一人いた。よし、雇おう。はい。で、机か、手狭なってきたかな。よし狭いな。いや、でもなんかこういうごちゃごちゃした方がなんかベンチャー企業っぽくない？勝手な偏見です。じゃあこれでゲームを作るぞ。パズルゲーム、サブジャンル、レース。どういうゲームだ。メイン題材題材も増やしてねえな。音楽、パズル&ダンス、
専用マットで踊りながらパズルを解く、頭も体も楽しい新感覚パズルゲーム。ゲームオーバーになると電流が流れるから気をつけよう。よし、神ゲーだな。バイト2が売れてるって言ってたよね。バイト2と、あとなんだっけ、カタリ2600。これか、カタリ2600。はい。キット購入。あ、そっか、トリプルプラットフォームいけるのか。じゃあもう一個いく。アストロアーケード。暴力表現はないよね。暴力表現はないけど、暴力はあります。電流流れるから。パズル&ダンス、開発、スタートだ。さあ、今回はね、サウンドとグラフィックも良くなるはず。お、なに？ゲーム利上げ 50% プラスだって。お、マジで？おー、いいね。あー、これだけやっぱり人が多いと、様になるな。よし！バグなくなった。どうだろう。まだちょっと低い気がするけどな。82、50、60、85。こんなもんか。まあ、いいか。一旦はこれでおしまい。はい。さあ、どうだ？おー、でも、だいたい安定して 50% 以上出るようになってきたね。実は俺このゲーム、今回で最後にしようかと思ってるんですが、最後に、その戦略シミュレーションゲーム一本ね、渾身の一作を出して終わらせたいな。ちょっと待って、天壇めちゃめちゃ売れてるんだけど。素晴らしい。あ、待って、派生作品がアンドック。素晴らしい売り上げを達成したゲームがあります。スピンオフを開発する必要があります。あ、マジで？成功はほぼ確実に繰り返されるでしょう、だって。お！来ました。続編的な感じのもの作れるんだったっけ？あ、派生作品。あ、すごい。え？どれだろう？これで満を持して戦国レーサー信長の派生出したらびっくりするだろうね、みんな。やっぱ天壇だよね。天壇解説者と走る有名ダンジョン10戦。天壇の名物解説者、高村ガイと共に、有名なダンジョン10個の罠配置、出現モンスターを学ぶ天壇プレイヤー必見の一本。売れるな。お、注目度ボーナスが発生しました、だって。おー、なるほどね。あ、すごいね。面白い。あんまりバグ出してくれんなよ。お、従業員にはミュージックスターの友人がおり、ゲームに無料サウンドトラックを提供してくれました。うっそ、やば、恵まれてる。あー、天壇本編が市場から撤退してしまった。ちょっと待って、スピンオフ出るんだけど。まあいいや、利益はでも30万ドルですからね。うん、素晴らしいですよ。はい、そして戦略シミュレーションジャンル研究完了です。やったね。さあ、じゃあスピンオフを、発売してすぐに戦略シミュレーション取り掛かるか。あ、低い。41%。 まあ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 、ジャンルファンなら楽しめるかもしれない。それ以外の全ての人は手を触れないこと。まあ、よくある話だよね。うん、ファン向けのゲームってね、あるある。はい、じゃあ最後にですね、作りましょうか。戦略シミュレーション、建設ゲームはね作りたかったけどね、そこまでいきませんでした。戦略シミュレーション、廃刊行。廃刊行の戦略シミュレーションだな。エイジオブ廃刊行。廃刊行のエイジが廃刊スキルを駆使して世界を統一する戦略シミュレーションゲームです。エイジは地中に廃刊を設置することでその中を移動できます。相手の配管と繋がったら、その持ち主とスパナで殴り合え。主要プラットフォーム、バイト2。まあ、いつも通りですかね。はい。よし。長時間プレイはするでしょう。シミュレーションゲームだもん。ゲームの深みもあるよ。とっつきやすさはないな。これは残念ながらね。新機軸でもないかな。ストーリーもあまりないですね。キャラデザも別にどうでもいいですね。ステージデザインはある。これは必要。ミッションデザインもぼちぼちと。コアゲーマー向け。暴力表現はただあまりね。スパナで殴るぐらいで。あの、目が飛び出すぐらいだから結構あるな。過激な表現。難易度は高難度ですね。難しいよ。よし。エイジ・オブ・ハイ・カンコー。株式会社神ゲー最後のタイトルだ。開発開始。はーい。あ、低い。40いかねえ。
ゲーム性が洗練されておらず、あまり楽しめません。残念。このジャンルにはもっと良いグラフィックが必要です。これは平均以下です。サウンドトラックはゲームにマッチしていれば本当に良いものです。しかしそうではありません。操作を把握するのに少し時間かかりますが、それ以降は問題ありません。このジャンルの筋金入りファンにのみおすすめします。そうでない人は触るべからず。くそー、最後爆死か。いや待て、マーケティングだよ。マーケティングしていこうよ。お金はあるからね。67万あるからテレビ放送するから。俺言っとくけど、50万かけてやるよ。俺はやってやるぜ。テレビだもん、これはすごいでしょ。じゃんじゃん売れると思うよ、きっと。大爆死。本当に？くそー、めちゃめちゃ損こいたよ。しかも俺テレビ CM で50万かけてっからね。ああそうですか、残念。ちょっと焦っちゃったかなね、最後にいいゲームをと思って。はい、このゲームね、面白いんですけど非常に地味なので、今回でおしまいにしたいと思います。そういう理由でした。なんだろう、一人でね粛々とやる分にはね、すごく面白いと思いますね。自分なりにいろんなゲームをね、ジャンルを組み合わせたりして作ったり、あと続編とかも作れるからね、そういうのは面白いかなと思うんですけどね。はい、ということで、よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回別のゲームの実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。